私の設計したマイコンボードが製品化しました。こんにちは、作るに夢中、水峰すずです。このチャンネルでは CH32V というマイコンを追いかけてきました。すずどいのうのというマイコンボードを皆さんと一緒に設計し、販布もしています。この度、その後継となるボード、すずの 32RV がビットトレードワンスマより発売となります。定番のうの形状に CH32V203C8T6 チップを搭載。さらに USB ホスト機能が使える USB Type A コネクタを実装しました。新しいチップにトライしてみたい、RISC-V の世界を体験してみたい、 USB ホスト機能にチャレンジしてみたい、ぜひこのボードで新しい世界へ挑戦してみましょう。 CPU は 32bit RISC-V 最大 144MHz 動作、プログラムロムは 64KB、 ラムは 20KB、 機能は GPIO、ADC、タイマー、SPI、I2C など、さらに USB が2系統あります。開発環境は Arduino IDE が利用できます。プログラムの書き込みは USB ダウンロードと WCH リンク E ケーブルが利用できます。なお WCH リンク E は別売りです。またピンヒッターをご自身でハンダ付けする必要があります。ビットトレード1すずの 32RV は9月27日金曜日発売予定です。CH32V はまだまだ新しいチップです。開発環境やライブラリはまだ開発途上ですので、ラズベリーパイピコや ESP32 などと比べるとまだまだ完璧な環境とは言えません。機能が足りなかったり、動作が安定しなかったり、場合によってはあると思います。不足する部分はご自身で調査、あるいは開発する必要があるかもしれません。この点を踏まえて新しいチップにトライしてみてほしいと思います。また発売を記念してリアルイベントを開催します。9月29日日曜、東京高円寺にてすずの 32RV 発売記念イベント、すずの基盤パーティーを開催します。私、設計者自らボードの解説をしたり、作例を紹介したり、ゲストトーク、現地販売も予定しています。場所は中央線各駅停車、高円寺駅徒歩5分、高円寺三角地帯です。詳細は私のツイッターをチェックしてくださいね。29日日曜、高円寺13時、お待ちしています。以上、三峰すずでした。では高円寺でお会いしましょう。またね。